あと全部お前俺のブログデータで1から3番は全部載せとるで。日の丸デモとかな全部入れとるからここにこれで検索して、はい、俺もいっぱいいられたとこ言ってるから俺仕事の名刺ですけど、うん、ありがとうございます。これ全部入っとる、はい。ほらな、サコさんぐらい呼んでくれよな。中曽さんぐらいで呼んでくれよ。中曽さん、たぶん別の行ってるやん。別の行ってるやん。別行ってるやん。寒いと思ってな、俺頑張りにこのジャンパー持ってきたから暑いからやめてん。いらないですね。あなた。半袖をもあの持ってくれなかったけどな。お父さん今日は寒いです。3時から夕方だね。うん、皆さんあのちょっと上りが高いですから、あの建物に接触したりとか、歩行者に接触しないように気をつけてよろしくお願いします。それでは目的地は。先ほど申し上げましたように日本人なしに深く関与し加担投入した朝鮮総連に向けてデモ行進を行いと思います。そして道中には民主党の奈良県本部がありますので、その民主党本部の前でもスプレーコールを行いたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではスタートします。通行中の奈良県民の皆様、そして観光で奈良を訪れている日本国民の皆様、大変大きな声でお騒がせいたしておりますが、今しばらくのご辛抱とご理解ご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。私たちは北朝鮮に拉致された日本人を救出するための市民運動隊空海奈良のメンバーと、そして現政権与党である民主党の悪政失政を糾弾し、加えて拉致問題の早期解決を願う頑張る日本全国行動委員会奈良県本部のメンバーを中心としたデモ隊であります。さて皆さん、国家とは国民の生命と財産を守る最低限の責務があるはず、そう私は認識しておりました。しかし現政権与党である民主党にはそうした意識が全くない。産経新聞等の報道によりますと、菅鳩山元総理大臣、前総理大臣は拉致実行犯であるあの淀川乗っ取り犯神谷忠信と森より子は石岡徹さんと松木薫さんをヨーロッパから拉致した実行犯であります。その二人の間に生まれた息子を支援する極左組織に対して複数の民主党議員とともに2億4000万円を超える我々の税金を貢いでいるのであります。これはまさしく私たちの税金が北朝鮮に自らなったのも同様であります。皆さん、まもなく民主党の本部に立ち上がります。デモ隊の皆様、準備はよろしいですか？リプレイコール。
決意、2億円を今すぐ返せ。民主党は北朝鮮に貢いだ国民の血税を今すぐ返せ。民主党は北朝鮮に貢いだ国民の血税を今すぐ返せ。それではコーラーの方お願いします。民主党は朝鮮学校の授業料無償化をやめろ。選挙権まで与えようとしています。皆さん、国家の決定がロシアに女の人で
さん、5月2日に野田政権が発足したわけでありますが、私は表紙を振り返っただけで地に落ちた民主党の支持率が回復するはずなどない、あってはならないと思っておりました。しかしながら皆様もご承知のように野田内閣が発足したまた驚くべき事態が起きてしまいました。地に落ちたはずの内閣支持率、これが報道各社軒並み 60% 超え、そして沈没寸前の民主党の支持率様が急カーブを描いて回復し 30% を超える数字を叩き出すに至りました。だとしても国民は2年間騙され欺かれ続けたのに、この王国政党にまだこの国の行く末を託せる、そういう選択肢を取ってしまったのでしょうか。私は野田という木を見て何故民主党という森を見ないのか。野田という木は多少まともであっても民主党という森はもはや放射能に汚染され、この国の隅々まで害悪を撒き散らすだけの厄介な存在なり、一刻も早く伐採し焼き払い植樹し直さなければこの日本という国の森の再生は断じてない、そう強く思っております。ご意見をお願いします。我が全国交通大臣が
ターン高原で田中川を登って国土交通大臣と通知されますと彼が行ったスタートを深く申し上げます。彼は建設建設法規における中国の高速船が我が国の実践に体当たりしたビデオを公開しました。そしてその事件を受けて自民党の超党派の議員が尖閣諸島上空から視察することになった。それで原口元総務大臣から海上保安庁官庁の航空船をチャーターするように要請され、これは馬淵国土交通大臣が拒否しているのであります。これは外国行為ではないでしょうか。皆さん、尖閣列島は紛れもなく日本というの領土であります。大臣がこういう姿勢ではこの問題を解決するのは非常に困難ではないでしょうか。私たちはこういう外国的な人間を二度と誰か国政に送り出したくないと思っております。それでは説明をお願いします。